こんにちは。どうも、ヒデオワールドです。この動画を再生いただき、本当にありがとうございます。ということで、タイトルの通りなんですけど、メルカリで、こちら、ANC トゥルーワイヤレスイヤーバッツ。そう、なんと、ケッチじゃなくて、ケチですね。こちらのワイヤレスイヤホンを買いました。今回は、この商品の開封とか、まあ、実際にすでに今日使用していたりだとか、っていう簡易的なレビューをしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。ということで、まずスクショがね、ここに出てると思うんですけど、ケチーっていうブランドです。中華製品っぽいんですけど、結構日本語マニュアルだったりだとか、そして性能だったりとかも、良さげな感じです。Amazon とかにも5400円ぐらいかな。今もスクショが出てるとは思うんですけど、5400円ぐらいで売られていて、正直5000円出すのかって自分では思ったので、たまたまね、こうメルカリ見てたら、なんと新品未使用で、まあ、約4000円ぐらいで売られてたので、もう速攻ポチりました。他にもいろいろパムクワイエットとか、オーディオテクニカとか、イヤーファンダとか、ファーウェイのワイヤレスイヤホンとか、その他もろもろ結構調べてたんですけど、今回僕はこちらのね、ケチーのワイヤレスイヤホンを今後は使っていこうと決めてポチりました。一応概要欄にね、Amazon のこのケチーのリンク貼っとくので、気になる方はチェックしてみてください。結構ね、レビューとかもね、そこそこ、なんだろう、そんなに件数は多いわけではないんですけど、まあ評価はある程度高いから、まあいいんじゃないかなと思って、ちょっと選んでみました。ってことで、まず、こちらですね。表面です。紹介していきたいと思います。結構、まず箱がね、しっかりしてるんですよ。なんか、何もなくて、ただここによくあるロゴだけ、ロゴでか、本体が映ってて、ここにこう、いわゆるタイトルが書いてあると思うんですけれど、ちゃんとこういったなんか、モデルさんを起用して、採用して、そしてこうやって使ってるみたいな。まさにこれさ、まあ、AirPods Pro っぽいんですけど、まあ、僕はそこよりも黒色の、なんて言うんだろう、シンプルでミニマルでみたいなのが好きだったので、まあ、たまたま AirPods Pro っぽくなっちゃっただけですね。まあ、こんな感じですごいね、デザインもいいかなと思います。で、横がこんな感じ。アクティブノイズキャンセリング、ハイファイだとか、バッテリーが長いだとか、スモール&ライトだとか。これがね、ここ結構僕は重要だなと思ってて、本当に耳って疲れちゃうんですね。昔のワイヤレスイヤホンって結構疲れてたんですけど、今の時代ってマジで軽いですよね。裏面がこんな感じです。ケチーって書いてありますね。もう真のワイヤレスイヤホン、ヘッドフォンって書いてありますね。真の ワイヤレスヘッドフォンです。そう、真なんですよ。でも一応僕、昨日と、そして今日、これを使ったんですけど、まあ、真のワイヤレスイヤホンかって言われると、まあ、ぶっちゃけ、うーんっては思うんだけど、しかし、確実にこの技術力、ワイヤレスイヤホンの技術っていうんですか、テクノロジーの進化は本当に感じました。まあ、そんな感じで、製品モデルだとか、ANC007A だとか、ブランドオーナーケチって書いてありますね。僕もケチです。大金2万円とかあったら、5000円のね、このケチを買って、残りの1万5000円で、まあ、遊んだりとか本に使うっていう、まあ、そんな感じのケチ太郎です。 Bluetooth のバージョンが 5.0 だとか、あとここのノイズリダクション、振動とかが 35dB だとか、なんかまあいろいろ書いてあります。横側面に True Wireless Active Noise Cancelling Earbuds って書いてますね。イヤーバッツです。ということで、オープンにしたいと思います。パカリンコ。こんな感じです。これもさ、結構ちゃんとできてますよね。本当にただ開けて、ここにありました、はい、さようならじゃなくて、こういう感じで、ね、ちゃんとおしゃれな、こうデザインにしてるっていうのが、ちょっとパッケージいいですよね。そして、パカッと開けると、ここにイヤーチップっていうんですか、サイズが、多分これ、あれですよね、S とか L とかですよね。今僕が標準で使ってる、もうすでにここを取り出して使ってるのが、多分これが、まあ、M とかなんじゃないでしょうか。ぴったりでした。めちゃめちゃ遮音性もいいし、フィットも良くて、もう本当それだけでも音がすでにこう遮断されるんですけど、それに加えてアクティブノイズキャンセリングも一応使えるっていう感じでした。そしてこの箱を開けますと、こんな感じで、今の小さい箱に入っていたのは、この、まずタイプ C 充電器ですね。こちらでございます。ちなみに他の僕がスマホ使ってるタイプ C 充電だと充電できなかったんで、今この専用の充電器でケチーの充電をこれでしています。そして合格証っていうのも入ってました。なんかこれもね、僕あんまわかんないですけど、とりあえずなんか合格証っていうのが入ってました。そしてこれですね、取扱説明書、 ANC ノイズキャンセリングなんとかかんとか。そう、これがさ、結構ちゃんと日本語してるんですよ。日本語してる？なんだ？どういうことだ？ こんな感じで、あと結構このイラスト、図が解説されてたりだとか、わかりやすくね。こういう風にノイズキャンセリングがなんとか、こうやって押すと使えるよだとか。結構日本語はね、しっかりして書いてあります。裏面は英語です。
ただ、よくよく見ると、やっぱりね、中華製品ということもあるのか、まあ、いわゆるここに電源を入れるからみたいな、ちょっとだけこう、日本語の誤字というか、表現が曖昧というか、って感じなんですけど、まあ、特にそこまでなんか、昔より確実に、こう、日本語の精度が上がってきてたりだとか、あと読みやすかったりだとか、なんかこういったところも、あ、すげえ、なんか、進化してますねって感じます。はい、ということで、これが本体でございます。まあ、これがまず、ケースでございますね。はい、もう本当、なんかいわゆる AirPods Pro っぽいんですけど、まあ僕はあんまりなんかどれがどうとか気にしてなくて、まあこれがいいなと思ったんでこれにしました。で、下の方にこれですね、タイプ C の充電が、あります。マジでスーパーシンプル。で、これ横ですね、こっちが右側面。これが表だとして、一番前だとして、右側面にこちら。はこれですね、これリセットボタンらしくて、一応一回押すと光るんですけど、これを10秒かな、長押しすると、まあリセットできるらしいです。そして本体を開けると、こんな感じ。はい。もう本当にさ、僕 AirPods Pro 使ったことないんですけど、写真で見た感じとかだと、まさにそれっぽいなっていう感じですね。ただ、本当にミニマルで何もこう書いてない。うん。これはね、本当に僕は素敵だなと思います。ってことで、中から出します。もうすでにこれペアリングされてるんで、ちょっと変な風になってたらすいません。こうやって取り出します。はい。ここは磁石なんで、こうやって、パタンと閉じれます。はい。ということで、これがケチのワイヤレスイヤホンの本体でございます。いかがでしょうか？すごいよね。結構このシンプルだし、あとこのマットなデザインなんですよ。プラスチッキーという感じじゃないから、それもまた、なんていうの、高級感的にも、いいと思いますし、そして僕これ使って耳に着用したんですけど、これがマットなデザインがゆえに、すごい耳にフィットしました。僕が以前使ってたのは、この A 機器 A3 っていう、はい、こんな感じのパカリンコ。こういう感じなんですよ。ちょっとプラスチックな感じなんですけど、それよりも、もうほんと大きさとか全部似てるんだけど、こっちはマットな感じなおかげか、本当にね、着用感がとても素晴らしいです。はい。で、近づけてみると、こんな感じですね。あ、ピピってちょっとなっちゃってるんですけど、はい。こんな感じです。こう、穴が、なんか2つ、ちっちゃい穴と、こう長い穴がこう内側に入ってて、で、くるりんと回すと、外にも穴が開いてます。はい。もうまんま、ちょっと AirPods Pro っぽいんですけど、そして見てください。ここが僕ね、注目ポイント。はい。見えますか、これ。ここ、ボコってなってるんですよ。これ L なんで、こういう状態かな。このボコってなってる部分、これが、いわゆるセンサーなんですよ。タッチセンサー。で、これが、めちゃめちゃ個人的に、あ、これはいいなって思いました。実際にちょっとつけてみますね。こういう感じです。もう本当にね、フィット感がとにかくいいです。で、あと今もうすでにつけましたけど、もう遮音性っていうんですか、密閉度っていうんですか、が一気にこうキュッてなります。なので、これ今何もただのペアリングしてる状態なんで、音楽とかも、ね、オーディオブックとかも聞けるんですけど、もうすでにこの時点でもう自分だけの世界っていうか、ちょっとこう外の音が聞こえないから、ちょっと今ピンポン来たらどうしようみたいな。そう、まあいい感じに集中できますね。これちょっと顔が近くなっちゃうんですけど、はい、こんな感じで、はい、ここがボコってなってるんですよ。内側こういう感じになるんですよ。基本的に今までの僕が使ったワイヤレスイヤホンとかって、ここだったんですよ。こうタッチパチパチとかさ、そういう感じだったんですよ。もしくはグライディックとかを使ったことがあるんですけど、こういう感じでタッチをする、こうクリックみたいな。ただこのケチの場合、ここがタッチセンサーなんですね。だから、なんか曲を変えようかなとか、アクティブノイズキャンセリングをオンにしようかなって思った時とかは、ここを長押しするんですよ。今、ちょっと聞こえましたでしょうか？今、実は長押しをしたことによって、なんとかかんとかオンっつって、まあ、要するに外音取り込み機能がオンになりました。そうすると、こう、なんだろう、外の音が入ってきて、まあ、若干今、こう、サーみたいな音がするんですけど、自分の声も若干こう、なんで反響ではないね、ほんと少しだけなんですけど、グライディックとかと比べると、まあ少しだけ劣りはするんですけど、やはりこの機能があることによって外の音が聞こえるから、ちょっと安心します。そして再度長押しをすることによって、今聞こえましたでしょうか？ ANC オンっていう女性の声が聞こえて、アクティブノイズキャンセリングモードに今入りました。まあ、ぶっちゃけ言うと、これも、外音取り込み機能と似てて、めちゃめちゃすごいかって言われると、ぶっちゃけ僕は初めてだから、何がすごいかって言われると、ぶっちゃけそんな答えれないんですが、結構今日朝のウォーキングとかで外音取り込み機能を使ったり、そしてアクティブノイズキャンセリングオンにしたりとかしてるわけなんですよ。やっぱりね、少しこの音の受け取り方が変わります。車が来た時の音とか、自然音。
みたいなのとかが、やっぱりね、このね、外音取り込みと、あとアクティブキャンセリング、ノイズキャンセリング、これはね、なかなかいいなと思います。そして最後にもう一回長押しをすると、多分ちょっと聞こえてはないと思うんですけど、まあ ANC オフって言って、まあアクティブノイズキャンセリングがオフになると、まあ今通常モードでございます。はい、今ちょっと軽くね、こうお見せしましたけど、これね、個人的にはなんですけど、当たり商品でした。まず、外音取り込み機能なんですけど、これって、僕が今、ちらっとさっき言いましたけど、グライディック、TW7000 を使った時って、がっつり音聞こえたんですよ。オンにすると、もう外からの音とか、車の音とか、ボールの音とか、自分の歩いてる音とか、そういうのが結構入ってくるんですよ。で、このケチーの場合だと、どっちかというと少量入ってくるって感じです。なんかがっつり外の声が聞こえるとかってよりかは、ある程度、少なめなんだけど聞こえるという感じなんです。今朝僕、ボイシーっていう、まあ、ラジオというか、人の声を聞いて歩いてたの。って時に、結構こう集中して話を聞いてたりとかするんですけれど、その時に、やっぱり車の音が来た時とかに、さーって、なんていうんだろうな、車の音みたいなのが入ってくるんですよ。だから、あ、車来たなと思って、こう振り返ったりだとかして、意外とね、そういったちょっとしたことなんだけど、ちょっとだけのプラス効果があるので、この値段にしては僕的にはとてもいいなと思いました。そして ANC、 アクティブノイズキャンセリング機能なんですけど、これもやっぱりさっき僕が言ったと思うんです。音がもともとこの形、このデザインというか、このワイヤレスイヤホンのこの密閉性プラスアクティブノイズキャンセリング機能なので、余計に音がこうさらに集中できるというか、自分のその音楽だったり音声だったりとかに集中できます。ただこれもまたアクティブノイズキャンセリングも多分なんだけど、弱い方なんだろうなって僕は勝手に思ってます。違かったらすいません。多分本物の AirPods Pro、本物って言い方じゃない、全然ね、これもブランドとしては違うんですけど、いわゆる AirPods Pro だとか、パムクワイエットだとか、ボーズだとか、オーディオテクニカだとか、サウンドピーツでしたっけとか、あと、アンカーとか、ヤーファン、エディファーとか、多分それらも、これよりかは、多分、そのノイズキャンセリング機能が高いとは思うんです。ただ、これは5400円ぐらいなんですよ。そして僕の場合、まあ、メルカリでね、新品で4000円ぐらいで買えたのもラッキーだったんですけど、それプラス、そういった値段のところもすごいんだけど、僕的にはこの密閉性、ミニマルなデザイン、そしてこの着用感とかっていうところを合計した分で、その今言った外音とか ANC っていうところを考えたら、全然ね、ついてるだけありがたいっていうような感覚。なので、アクティブノイズキャンセリングをがっつり使いたいって人とかは、やっぱり BOSE とかそういうのを使った方が、まあ多分なんだけどいいと思う。僕も過去に BOSE のヘッドホンですね、知り合いが持ってて、それ一瞬だけこう使わせてもらったことがあって、その時アクティブノイズキャンセリングをオンにした時、もう本当にこう耳がキュッてなる、あの感覚、このもう一瞬で無になる、あの感覚ってのを思い出しまして、そう、あれと、要するにああいった感覚なのかなって、ワイヤレスイヤホンのアクティブノイズキャンセリング機能はあんな感じなのかなみたいな。なので、それと比べた場合、いわゆるその感覚とこれの感覚は全然違います。やっぱりそれは感じました。ただ僕は昨日夜寝るときに、そのアクティブノイズキャンセリングをオンにして、こう雑談のトーク系動画を流して寝たんですけど、要するにそういった時とかに、あ、結構集中できるという、ただでさえ集中、これね、ワイヤレスイヤホンのこの形とか密閉性がいいにもかかわらず、プラス ANC が若干足されるような感じなんで、まあ、なかなかいい効果かなと思います。そして最後なんですけど、このタッチ性ですね。センサー部分が僕は好きで、これは本当人によりけりだと思うんです。こうタッチセンサーじゃなくてクリックタイプ、カチカチっていうタイプが好きな人もいれば、タッチが好きな人もいると思うんですけど、で、何よりも僕のタッチは、まあタッチでもクリックでもどっちもいいんですけど、ただ僕の場合このタッチが内側っていうんですか、こっち側にあるのが、いや、結構僕はこれ好きかもなって思ったんですね。なぜなら、多分これ分かる人には分かるんですけど、ここのね、左側、側面でタッチする系って、なんか、髪の毛とかもそうだし、汗とかもそうだし、そしてこう、汗をこう、拭く時とか、こう、なんか、ついちゃった時とかに、ここで再生とか、ストップになっちゃう時が、何回かあったんですよ。特に僕がね、普段から使ってた、この A 機器 A3 とか、あ、ちょっと今、見せていいですか、これ。これ今、出しちゃいますね。はい。やばい、めっちゃピッピピッピになってるわ。こんな感じです。A 機器 A3。もう本当にシンプルなんですよ。はい。これが今比べてる状態です。左がケチで、右が A 機器です。どうでしょうか？もうほぼ、メタル、ちょっとこう、いわゆる少しプラスチックかマットかとか、あとここがね、ちょっとメタリックが入ってるかとかみたいな、ほんと高がそんな感じの差っぽいじゃないですか。はい。これが表面側ですね。こんな感じです。
A 機器とかの場合、ここがタッチセンサーです。ケチーの場合は、ここがタッチセンサーですね。はい。ここがね、ちょっと若干違うんですよ。ってことで映像が今戻るんですけれども、はい、今の動画を見せたと思うんですけど、要するにタッチセンサーが普段ここだったのが僕今ここになったわけ。これの差で何が起きたかっていうと、さっき言った汗だとか髪の毛だとかちょっとこう触っちゃったりだとかっていう、そのちょっとした動作に対して A 機器さんは何が起きるかっていうと動いちゃう。だから音量がいきなり下がっちゃったりとか、曲がもしくは喋ってる声が途中で止まっちゃったりとか、そういった現象がね、いい意味で敏感なんですよ。悪い意味で敏感すぎて止まっちゃうんですよ。っていう現象がね、こうやっぱ僕もウォーキングをしてたりだとか、こう動画を外で撮ってたりした時とかに止まっちゃったり再生されちゃったりとかして、あとはレビューとかにもこれ A 機器さんのねレビューを見たら分かるんですけど、途中でいきなり何もしてないのに、ほんと髪の毛も汗も何もかいてないのに、なんかいきなり音量が下がりだすんですよ。トゥク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 。これは僕も動画でね、何回かちょくちょく言ってたんですけど、結構最近それが多発というか何回か起きたり。まあ要するに何が言いたいかというと、誤作動が増えちゃうんですよね。そういう汗だとか、ここの側面とかだ。で、特にこの A 機器さんの場合、敏感すぎなので。しかし、このね、ケチの場合何が起きるかっていうと、内側が故に敏感も何も、もう横押しても何も反応しないんですよ。で、しかも内側だから、なんかこう、指のさ、角度みたいなあるじゃないですか。こうじゃなくてこうみたいなとかで、最初いきなり押したとしても、たまにピッてなるんですけど、ほぼあんまりいきなり再生、なんかこう、反応しないっていうような今感じなんですね。まあ多分僕のね、操作方法がまだ下手だと思ったり、もしくはこのね、ケチーさんのね、反応が悪いだけなのか。何にせよ、そういったことの効果によって、ここで、そのアクティブノイズキャンセリングとかも、ゆっくり落ち着いてできるんですね。なんかいきなり、はい、アクティブノイズ、はい、ANC オンとか、外音取り込みとか、いきなりチェンジすることがないから、こうびっくりしないし、自分のペースで、こう、しっかりキュッてやれば、再生できるというか、効果を発動できるっていう。これがね、やっぱこう、なんて言うんだろう、敏感すぎないがゆえにありがたいなって、ちょっと思えるようになりました。A 機器さんの場合だと、敏感すぎるがゆえに、まあ、ある意味、あ、今再生したいなと思ったら、ペリッてやれば再生をできるし、止めようと思ったら止められるんだけど、しかし、ちょっとそれをこう、汗をかいたりだとか、みたいな、こういったやってだけでも、しかし、こっちのケチーの場合だと、もう汗がどうとかじゃなくて、もう内側だから、これがね、ある意味、遠回りなようで、あ、一番安定してるかなって思ったんですね。あと、音質とかですね。これ言ってませんでした。すいません。音質とかなんですけど、結構重低音が強めなイメージでした。ただ、ここが大事で、A 機器 A3 を使ったことがある人とか、もしくは僕はね、これをね、もう何ヶ月も使ってるんですけど、これも結構音質はいいんですよ。声もいいし、音、そのヒップホップとか、そういった曲とかも、ちゃんともうなんか気持ちよく流してくれるんですよ。それと比較してるっていうのもあるんですけど、ある意味、A 機器のなんか上位互換、いや、もっと上位互換ですよ。もう本当上々上位互換なんですけど、音質は全然悪くない。むしろ僕はこの音質結構好きです。ヒップホップとか、まあ、ストリートミュージック、EDM とか、クラブミュージック的な曲とかを聴く人は、もう全然問題ないです。これで、オーディオブックとか、ボイシーとかも聞きましたけど、まあ、人間の声もしっかり聞こえるので、これはね、本当になかなか優秀なんだなって思いました。そして、一応最後にもう一回おさらいなんですけど、これのね、いいところは、この密閉度なんですね。今ちょっと出したんですけど、こうやってつけるじゃないですか。もう、これだけで装着できてるんですよ。はい。これがね、僕はね、ポイントだなと思ってて。じゃあ、僕、AirPods Pro わかんないんですけど、AirPods Pro のユーザー使ってる人って、多分こういう気持ちなのかなってのが、ちょっとね、僕は今回、まあ、疑似体験かもしれない。実際、それより及ばないかもしれないんだけど、ちょっとわかった気がします。本当にちょっとこう軽くプッてつけただけで、もうすでに装着できるし、そして外の音。今、こっちは右、僕のめっちゃこう自分の声聞こえるんですけど、こっちがもう本当密閉される。これだけで。これがね、すごいなって思いました。この A 機器 A3 を使った時も、なかなか、その、なんだろう、密閉度というか、装着感は良かったんですけど、まあ、プラスチッキーが故に、ちょっとこう、やっぱ汗かいたりすると、ちょっと取れかけそうになったりだとか、あとは、まあ、いい意味で外の音が聞こえたりとかするわけですよ。これの場合ね。ケチーの場合だと、もう本当につけた瞬間にもう取れないって思うし、そして密閉度がすごいから、本当になんていうの、A 機器の弱かった部分が全部改善されてるみたいな、プラス ANC とか外音取り込みとか使えるみたいな。そしてさらにこうマットなデザインで、ちょっと高級感あるっぽいというか、シンプルなデザインになったなって思って。
まあそんな感じでね、なかなかね、これ今回僕からすると、まあ英機器を使ってた分があるのかもしれないんだけど、要するにめちゃめちゃ飛躍したこのなんか上位互換というか上の層かなっていう思って、本当にね、ちょっと気に入ってます。一応ケースこんな感じですね。これ比べるのは今初めてです。ちょっと一回り英機器の方が大きいんですね。で、こっちのケチーの方が一回り小さい感じがします。ちなみに、このね、ケチーのワイヤレスイヤホンの対応コーデックは SBC と ACC に対応しております。このね、ちょっと1、2週間でワイヤレスイヤホンを調べてたら、そういったコーデックとかもちょっと勉強になって、まあ、いい機会だったなと思います。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか？今回僕は、まあこれメルカリで買ったんですけど、ケチーのワイヤレスイヤホンのご紹介というか、買ったよーっていう動画でございました。ちょっとね、僕は本当冒頭にも言ったかもしれないんですけど、技術力が本当になんかこの1年1年どん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 進化してますよね。このワイヤレス界隈というか、イヤホン界隈というか、多分結構こうレビュー、なんだろう、ガジェット系とかイヤホン系のね、 YouTuber さんとかもそうですけど、結構今イヤーファンだとかエディファーっていうワイヤレスイヤホンが結構出てきてますよね。アマゾンだともう品切れ、売り切れっていうのが多くなってきちゃったり、アリエクにもイヤーファンじゃなくてエディファーですねっていう、エディファー NB2 とか、そういったのが売られてまして、僕もそれいいなって思ったんですよ。形もかっこいいし、で結構そのレビューがみんなすごいいいって言ってたりとかしてて、ただ届くのがちょっと遅くなっちゃったりだとか、あとお値段が7000円から8000円とかかな。そう、安い時に買えればもっといい感じの値段で買えるかもしれないんですけど、ちょっとそれのね、時間と、そしてお金っていう部分で考えたら、まあ Amazon で買うのがいいかなと思って結構考えてたんですよ。イヤーファンプロ、イヤーファンフリープロかなっていうのも、すごい考えて、あれもいいなって思ったんですけど、やっぱりね、このロゴが入ってるというか、なんかシンプルなのがいいなって思ってて、で、いろいろ探してたら、今回こちらにたどり着きました。なんか、いい意味で期待を超えてきてしまって、すごい僕はまあ嬉しいんですよ。そう、嬉しいなって思いました。そう、期待っていうのは要するにどういうことかっていうと、僕の場合、要するにちゃんと使えればいいと思ってる。ちゃんとっていうか、いわゆる装着できて、あんまり落ちなくて、フィット感良くてとか、で、音もそのなんか、チャチくなくてみたいな、音質良くて、そして誤作動がないとか、まあ、そういったところなんですよ。最低基準という、それがあればまあいいよねみたいな、どうせまあ最終的には有線イヤホンがあるしみたいな、そんな感じで考えてたんですね。ここにプラスで ANC 機能とか外音取り込み機能だとかっていうところだったんですが、まさかのこのケチーさんの場合だと、まあ、本当にまず装着してる時点で、はい、もう本当に密閉性とか装着感がとても良かったっていう、もうこの時点で嬉しいのにもかかわらず、外音も一応ね、使えるし、ANC、アクティブノイズキャンセリングも使える、一応ね。っていうところが僕は嬉しいなって思います。多分僕はまだまだ世界を知らなすぎるので、もしかしたら僕はね、もう赤ん坊みたいなもんなんです。もしかしたらプロのね、ワイヤレスイヤホンすごい研究されてる人とかからすると、いや、これノイキャンあれかなってもしかしたら言っちゃうかもしれないんですけど、まあ、あくまでこれ個人的なちょっとレビューというか、個人的な見解なんで、まあ、人によってはノイキャンがね、うわ、機能なかった、うわーってなるかもしれないので、まあ、もしかしてノイキャンマジで使いたい人とかは、さっきのイヤーファンプロだとか、ちょっとこう BOSE、 そういった上位互換のものをもしかしたら選んだ方がいいかもしれません。ということで、今回はこちらをね、買ってみましたよと、開封してちょっと皆さんにね、簡易紹介とか、あと夜とか昨日とか今日とか、使ってみましたよっていうお話でした。 Amazon でね、これ5400円ぐらいかなで売られてるので、もし気になった方は、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までこの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。少しでもね、参考になったよっていう人がいたりとか、この動画ちょっとでもいいなって思ってくださる方がもしいるのであれば、高評価ボタンなど押しといていただけたらとても嬉しいです。ということで、この動画はここまでにしたいと思います。今日からはこのね、ワイヤレスイヤホンを使っていこうと思います。本当にこれ結構ね、気に入ってます。これで今年はずっと使いたいなって思ってたりだとか、次のね、さらに多分今後、ワイヤレスイヤホンのもっといいコスパ良くて、性能高いやつとか出てくると思うので、それまでこれがっつり使っていこうと思います。ということで、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。